現在日本における年間の虐待相談対応件数は約21万件。その中で虐待などの理由に親と離れて施設へ生活する児童の人数は約3万5千人います。今その施設で圧倒的な職員不足という課題があります。私たちチャイボラは日本で唯一このような施設の職員不足解消に挑む団体です。チャイボラは一本の電話から始まりました。 私はもともとベネッセコーポレーションという教育教材の会社にいたんですが、教材を一部寄付できないかなと思い、児童養護施設に問い合わせをしてみました。寄付なので当然喜ばれるかなと思っていたんですけど、帰ってきたのは、欲しいのはものじゃなくて人なんだよという言葉でした。問い合わせをした先の職員さんは一人で8名、多い時には15名の子供を見ていると。まあ、その時間帯によってなんですけど、で、下は2歳から18歳。 大半が虐待で入ってきていてで発達や知的の課題もあるそこに真剣ゼミの教材毎月送られてきてもとても手が回らない衝撃を受けましたで衝動性の強い私はじゃあ私が職員になるから待っててと1週間後にベネスに辞表を出し夜間で保育士の専門学校に入ります子どもに関心のある職業に就きたいと思っている学生さんたちなので施設に入りたい人もいるのかなと思っていたんですけど クラスメイトの実ち設就職規模は私のみなんでなんだろう150人以上にインタビューをしていきましたそしたら興味はあるんだけど施設の情報が見つからないんだよね施設は今国と自治体から半々ぐらいで予算が下りてくるんですけどあのそこに広報費っていう科目がないんですね なのでホームページが作れなかったり有料の求人サイトに掲載できなかったり広報担当がつけられなかったりという現状があってなので広報のノウハウも蓄積されなかったりあとはそもそもまあ秘匿性も高い部分もあるので施設の中を外に発信するという文化自体がなかったんです。 なのでここをだができればもう少し採用数って伸ばせるんじゃないかなと思って2017年保育士の専門学校のメンバーと一緒に施設の子どもたちと遊ぼうっていうボランティアイベントから始めましたその後さまざまなスタイルに見学会が展開されていって今の私たちの基幹事業である「チャボナビという情報サイトを立ち上げました チャボナビはですね無料で施設がここでいろんな情報発信ができてホームページがなくても発信ができますそして施設と求職者が直接チャットでやり取りができるようになっていてこれで採用数がすごく伸びていったんですね今はですね施設職員と連携して興味喚起から接点創出そして理解を深めてもらって定着事業としても相談窓口なども運営していて確保から定着まで一気通貫でサポートしています これまでに施設につなげた人数も2800人を超え国にこの必要性を訴えかけてですねついに去年国が事業を開始しチャイボラが採択されました現在は児童養護施設のシェアも全国の3分の1にまでいきましたなんですけど私たちここまでずっとこれを活動を施設から対価を得ずにやってきてきいます寄付と助成金でやってきましたなんですが近年、えー、と対価を払うからもっとサポートしてほしいということを言ってくれる施設さんがどんどん出てきています さらにですね企業と施設をつなぐマッチングコンサルというところで企業からの対価を得るという事業も今生まれてきていますここで一つ A ちゃんとある施設職員さんの話をさせてください A ちゃんは生まれた時から両親が行方不明で施設に預けられて育っていました皆さん意外かもしれないんですけど施設の子どもたちって結構お家の方の話するんですよねご飯中とかでも A ちゃんは自分のお父さんお母さんがわからないから んってこう聞いていて自分のお母さんこんな人だと思うんだっていうふうにその職員さんに話してたそうなんですそんなある日 A ちゃんのお母さんが見つかったんですねで競技,に競技を重ねて会えることになったんですで A ちゃんは期待と不安でいっぱいでお気に入りの洋服着てお気に入りの髪型させてもらって想像でお母さんの似顔絵描いて面会に臨んだみたいなんですなんですけど そこにいたお母さんはその A ちゃんの想像してたお母さんとはちょっと違かったその日その職員さんは宿直で A ちゃんが寝るまでそばにいて,てお休みトントンしてって言ってきたらしいんですけど1人で8人夜は15人を見なければいけなかったのでしかもタイミング悪く喧嘩が起こっちゃったんですそのほかの子がなんでそれを収めるのにあのちょっと待っててって言って行ったんですけど急いで戻った時には A ちゃんは 体にタオルケットをぐるぐるに巻いてベッドの隅っこで小さくなってあの枕をこう涙に濡らして寝,て寝ちゃってたんです不安になると体にタオルケットを巻きつける子だったみたいでで,であ,のあと一人そこに職員がいればその子がもしかしたら人生の中で一番誰かのそばにいてほしかった瞬間にいられたかもしれないこんなふうに職員にどんなに思いがあっても できないことがたくさんあるのが今の施設の現状ですただこの話には続きがありますこの子は数年かけて家族のもとに帰っていきます実は私も今現役で施設で働いている職員で5年目です施設に入ってのギャップは親御さんからすごく連絡が来るということなんですけどそれ以上のギャップは何だと思いますか子供が親を思う気持ちは計り知れないということです すすごく思っててて信じてるんですそんな親子をなんとかまた幸せいっぱいで歩いていけるように職員は日々奮闘しています子どもたち一人一人が大切に育てられる世の中を目指して私たちは職員不足という課題を必ず解消します最後に皆さんにお願いです施設に預けている親御さんとか施設にいるお子さんとか みんなそれぞれいろんな家族の形があります。どうか偏見を持たずに温かく受け入れてくれる社会を私たちと一緒に実現することで、このビジョン達成につながっていくと思っています。ありがとうございました。